さあ中国ラインが5、6番手から上がっていきます。レースは動きました。6番の曽我部は九州勢の後ろ、中国勢追ってはいません。さあ5番の和田が7番の米原の外で足をとどめています。さあ1回切るか、この位置で外粘っての競りに持ち込むか。7番米原との番手つばぜり合いは始まりました。さあ金が入りました。1番の篠田はベタ流し。さあ3番手は内、3番の新海、外2番の棚橋で、ここも並走です。4コーナー回っていきます。さあ1番の篠田がペースへと持ち込んで、焦点はここ好位争いです。7番の米原が内から外競り落とすか、5番の和田が外競りから奪うのか、どうでしょうか。中国勢2、3番手外少し後退している。2コーナーからバックへと向かっていきます。さあ1番の篠田が逃げる展開、最後尾から6番の曽我部が一発縦に踏んできた。3コーナーからにセンター3番手の外、さらに攻め上がっていくんですが、番手外がいっぱいでありましょうか。内から3番の新海もコースをつく直線、1番の篠田粘れるか。7番車戻ってきた。1番篠田、7番の米原、南九州でまずはワンツー決着となりましたか。それでは改めて1レースの決定です。1着1番篠田たつき、2着7番米原大輔、3着6番曽我部雅人。後ろだ、長崎勢が後方6、7番手です。初手のポジション3対2対2、一本棒は長崎勢が動いて崩れました。残りは2周、1コーナー回っていきます。さあ6番の南部が車を前へ前へと進めていきます。熊本コンビは長崎勢の上昇、その後ろにスイッチしました。前受けから1番の松本は5番手に下げました。5番の三木に切り替えはありません。さあ2コーナーからバックへと向かっていきます。スローなペース、6番南部亮太先頭で金が入りました。1番の松本は5番手、車間を切っています。さあどのタイミングで仕掛けるのか。3コーナーから2センター、さらには4コーナーへと向かうところ、1番の松本がかましていく。さあ6番の南部もここはピッチを上げていく。ただスピード一気に勝る1番の松本拓也、後ろを競らせないようしっかり出ました。5番のインクまで並んだ3人で切りました。6番の南部4番手ながら前とは一写真車間ができました。そして熊本勢吉成、平は後方6、7番手の厳しい展開です。さあ最終3コーナーから2センターへと向かっていく。1番の松本拓也のかまし。さあ4番手南部は距離を詰めるんですが、前3人で決まりそうです。1番の松本拓也が堂々押し切りました。7番の吉田が2着、続いた5番の三木3着、並んだ3人でワンツースリーです。1番松本拓也です。それでは改めて2レース決定です。1着1番松本拓也、2着7番吉田明久、3着5番三木健二。さあ7番の田中が誘導との距離を大きく取りました。4コーナーを回ります。レースは残り2周、勝負どころ中盤周回。さあ九州勢が上がってきました。7番の田中が踏んだことで3番高橋は4番手、ここを決めにさらに車を前と進めて5番の高山と絡み合って、さあ3番車の高橋が現在は7番の田中の後ろをすっぽり収まりました。5番の高山がこれで3番手、連結戻して1番の篠原、四国勢が現在は3、4番手で、4番の中松、さらには6番の鳥丸、最後尾2番の藤原という展開で競争最終周回。さあ7番の田中和馬は裸逃げとなりました。その後ろ3番の高橋が奪って、そして3番手から5番の高山踏んでいこうとするんですが車が出ないか。さあ2コーナーからバック、1番車の篠原が4番手から縦に踏む、番手からは3番の高橋も発進です。さあ3コーナー外回って1番の篠原の後ろには4番の中松が追走する流れとなりました。直線コース、1番の篠原龍馬がシリーズ2勝目、4番の中松2着、3着争い6番の鳥丸の伸びか。第3レースは A 級特選1組目。それでは改めて3レース決定です。1着1番篠原龍馬、2着4番中松翔太、3着6番鳥丸輝政。さあその四国勢がレーサー想定と持ち出しました。6、7番手から動きを見せます。さあいよいよ勝負どころ、残りは2周の赤番です。さあ3番車下木浩二は一旦車を引きました。四国勢が出て、そして中国勢が今度は上がっていく。さあ外のコースをスーッと上がっていきまして、打掌前、まずは主導権を握った7番の船瀬、これで四国勢が3、4番手、九州勢は5番手以降。3番の下沖は少し前と車間がありますが、そこはさっと詰めて巻き返しに出るか、幕に構えるか。さあ競争いよいよ最終周回、縦1列、逃げるのは7番の船瀬、3番手6番の北野、3番下沖5番手です。
1コーナーから2コーナーへと向かっていく。さあ7番の船瀬純平、追走は1番の蓮仏で、2コーナーからバック。さあ5番手からは3番の下木のまくりでありますが、なかなか車は出ないか。6番の北野も3番手から仕掛けていくんですが、ここは1番の蓮仏がブロック。2センターから4コーナーです。さあ先頭は7番の船瀬、1番の蓮仏とワンツー体制に持ち込んだ。1番の蓮仏安弘1着、2着は7番の船瀬です。3着争いはどうでしょうか。四国の両者でありましょうか。それでは改めて4レースの決定です。1着1番蓮仏安弘、2着7番船瀬純平、3着は6番北野雄太。一旦は四国勢後ろから上がって切りに行きますか、それとも番手外でとどまるのかどうでしょうか。5番の大久保、車を前と進めていきまして7番の亀井の外並びました。一旦四国勢が亀井を抑えるか。さあ亀井はここから突っ張って2コーナーを回っていこうとする。さあどうでしょうか、亀井が突っ張るか、それとも5番の大久保は一旦切るか。7番亀井が出しを突っ張りました。1番の小野、そして3番の井出まで出切りまして、その後ろ4番車森安がスイッチです。5番の大久保直也は立て直して、さあ車を前と進めていきます。7番の亀井を叩きに行きます。6番の宮本が現在最後尾となりました。ここは7番の亀井が突っ張って、1番の小野が5番の大久保をさばきました。さあ2コーナーからバック、後方からは4番の森安が縦に踏んでいる。さあ3コーナーで3番手の外、1番の小野のブロックを受けまして、3番手外が森安のまくりはいっぱいでありましょうか。4コーナーから直線、先頭は7番の亀井です。その後ろ1番の小野大輔が追い込んでいます。第5レースは S 級一般戦の1組目です。では改めて5レースの決定です。1着1番小野大輔、2着3番井出武史、3着7番亀井久幸。動きはまだありません。誘導と距離取って先頭位置は7番の武藤です。さあどのタイミングで6番の藤原動くのか。現在5番手車間を前と切りました。勝負どころ赤間周回1センターから2コーナー。さあここで一気に上がっていきます。中国ライン2コーナーからバックへと向かっていく。まずは焦らせないように飛びつかせまいとして、6番の藤原先頭を立って4番の前反り追走、そして3番車富のうち飛びついたは7番の武藤、3番手さばきになりました。さあさばいて7番の武藤が3番手、1番の近藤が続いて最強勢が3、4番手、3番の富は最後尾まで交代で、1コーナーから仕掛けていくは5番の坂田のまくり、1センターから2コーナー4番手3番手と上がっていきます。2番の池田が追っていく。ただ7番の武藤は3番手合わせまくりと出ました。4番車の前反りがここを切り抜けられるか。いや6番の藤原も踏ん張って、7番の武藤のまくりは普通、5番の坂田はいけるかどうか。4コーナーから直線、さあ先頭は6番の藤原、粘って粘って押し切った。2着争いで7番の武藤と5番の坂田となりましたか。第6レース S 級一般の2組目です。それでは改めて6レースの決定です。1着6番藤原俊太郎、2着5番坂田義行、3着7番武藤敦弘。今のところ並走状態。さあ後ろから6番の佐藤が車を進めてきました。2番の甲斐さんが追います。さあ6番佐藤誠司が車をスーッと上げていきまして、どうやらまずは前を切るようです。ただ4番のどうでしょうか、工藤は突っ張りますか。6番佐藤は避けて2番の貝坂が前を切りました。2番の貝坂秀明先頭で金が入ります。4番の工藤は2番手、その後ろの並走は続いています。内が7番柳田で、外は1番の稲吉、そして3番の国村が中国ライン3番手、その内をスルスルっとすくって5番の原田、さらには6番の佐藤誠司。6番佐藤誠司がインガマシで先頭出ましたか。いや4番の工藤、工藤おっと1番車7番車3番車2番車5番車大量落車がありました。現在走っているのは6番の佐藤誠司と4番の工藤文彦です。さあ2コーナーからバックへと向かっていきます。最終周回大量落車。さあバックから3コーナー向かっていく。6番の佐藤、そして4番の工藤、6番の佐藤の陰線工、4番の工藤が追って4コーナーを回っていきまして直線コースへと向きました。4番の工藤文彦がまずは1着、6番の佐藤誠司2着。大波乱でありますか、アクシデントがありました。第7レース、それでは改めて7レースの決定です。1着4番工藤文彦、2着6番佐藤誠司、3着5番原田玲でありました。さあ4コーナー回っていきます。3対2対2、九州勢が前段中段中国ライン、そして後方からは7番小原、3番藤原、関東勢上がっていきます。
広島同県連携がそこに乗って上がっていく。さあまずは九州勢の前を切った7番の小原ですが、6番の水戸を出すのか。6番水戸が先頭へと変わりました。さあ乗って上がって地元4番の小川が積極的に仕掛けていった。打掌の2センターから4コーナー、九州勢が3者できりました。これで6番の水戸が叩かれての4番手ですが、前と空いた車間はきっちり7番の小原、3番の藤原でキープ。さあ広島コンビは後方6、7番手で最終周回2コーナーです。さあ4番の小川がかけて、4番手からは7番の小原がまくって、3番手2番手と進んでいく。5番の郷士がブロック。さあ4番の小川、そして5番の郷士がその流れから2センター早めに縦に踏んでいきました。1番の塚本を続いていきまして直線コース、そこに2番西岡絡んでいく。まずは5番の郷士2着争い、どうか。1番の塚本、2番西岡の争い、熊本コンビのワンツー決着となったのかどうかです。第8レース SQ 特選の1組目では改めて8レース決定です。1着5番郷士正臣、2着1番塚本大輝、3着2番西岡拓郎。3番手以降並走、内側関東ライン、外北日本ラインです。いよいよ4周回目、先頭位置は5番農家は変わりません。さあ上がっていきます。北日本ラインスーッと車を進めていきまして、2コーナーでは前段変わっていくんですが、関東ラインが乗って、そして内を救っていこうとするか。いや7番の鈴木、ひとまず3番手なんですが、ちょっと3番手口開いてるところ、2番の小原大輝が追い上げました。これで関東勢4、5番手、そして後方からは中四国勢が巻き返しを図ります。競争は最終周回、5番の大川位置は決めず一気に攻め上がります。さあ1コーナーでは6番の佐藤のブロックを受けますが、逃げる3番の伊藤を5番の大川が自力まくって2コーナー捉えました。そして7番の鈴木健太郎がまくっていく。1番の小林とのまくって、どうやら3コーナーで5番の大川のまくりを2人で捉えました。4コーナーを回って直線コース、どうやら関東勢のワンツー体制、7番の鈴木、1番の小林迫って並んでのゴール。小林捉えているのかどうか。3着は4番の山形でありましょうか。それでは改めて9レース決定です。1着1番小林大輔、2着7番鈴木健太郎、3着4番山形和樹。構わず7番九島上がって5番の藤根に肩を並べます。さあどうするか、眉を切れるか、5番の藤根突っ張りくるか。さあ7番の九島眉を切れません。2番の桑原が中段位置に九島を迎え入れまして、これで広島コンビが後方6、7番手となりました。打掌の3コーナーです。先頭は5番の藤根、3番の坂本、そして6番田村、東日本勢が主導権を握りました。さあ5番藤根俊樹突っ張ってペースでかけて縦1列で競争は最終周回の1コーナーです。さあ7番の九島は4番手、そして1番の竹内はさらしながらも後方6番手、2コーナーからバック。さあ5番の藤根、後ろ3番坂本は車間を切って、4番手7番の九島のまくりを3コーナー、坂本がブロックで迎え撃つ。さあ6番車の田村が空いた懐をつきました。直線コースへ向きます。先頭5番の藤根、3番車坂本が外伸びました。2着どうでしょうか、6番の田村か。第10レース SQ 特選最後の組です。10レース決定です。1着3番坂本隆、2着6番田村雅宏、3着1番竹内翼。さあ4コーナー回っていきます。その中国ラインが後方から動きを見せまして、レースは残り2周です。安本車を前と進めていきまして、3番車前戸を肩通り押さえました。さあ立ち部ラインが今度は中段、さらに車を進めていきますか。一旦3番前田に押さえてワンクッション、さらに2コーナーからバック上がっていきます。7番立部、地元1番の柏山。さあまずは先手を打っていきました。6番の安本は出しての3番手、これで3番の前田義和は後方6番手となりました。4コーナーを回っていく。さあ7番の立部風磨、地元柏山を連れて最終周回先行です。1コーナーから2コーナー向かっていく。6番の安本は車間を切って3番手、そして3番前田は後方6番手の展開。さあ車間を切った地元1番の柏山、6番安本はいけないか。6番手から3番の前田が仕掛けれるんですが、3番手から6番の安本も仕掛けて3コーナー、1番地元の柏山がここはブロックしていく。2センターから4コーナー、南九州勢は後方ピンチだ。直線コース入ります。地元1番の柏山強兵、絶好の展開、地元の優勝ゴールだ。地元1番の柏山、第11レース A 級決勝戦、立部が思い切って言ってくれました。それでは改めて11レースの決定です。1着1番柏山恭平、2着3番前田義和、3着2番
立花成康。進めていきます。残りは2周、赤番ホームでは3番の松本を2番の宮本が抑えました。山口同県連携の仕掛けに乗って上がっていきますか。さあ九州ライン1センターから2コーナーカーブ、上田新井でまずは打掌前先手を打っていきました。これで山口同県連携が3、4番手、3番の松本からの四国勢は後方5番手以降です。やや縦長ラインの切れ目、少し車間があるんですが、ともにさっと詰めていきますか。さあ4コーナーカーブ回っていくんですが、4番車上田孝への先行縦一列、しかしながらロングまくりは3番松本が5番手から仕掛けている。さあ6番の久保田がここはブロック、そして2番の宮本が3番手からまくりを仕掛けるんですが、1番の新井貴弘が外へ振りつつ縦に踏むか。バックから3コーナー、さあ1番の新井貴弘が番手発進も4番車上田がよく粘っている。内内は7番の浜田が切り込んで4コーナーから直線です。先頭は4番の上田孝へ、4番上田孝への優勝ゴール。2、3着争いで7番車、1番車、2番車。では改めて12レース決定です。1着4番上田孝也、2着2番宮本俊介、3着1番新井貴弘、